時間になりましたので、ただいまより第19回大阪アジアン映画祭シンポジウム、ピクチャーガールが描く街を始めます。本日シンポジウムは昨日映画祭初日3月1日に上映され、またあさっての3月4日に2回目の上映が予定されております。バングラデシュ映画ピクチャーガールについて、同作品の監督、オミタブレザ・チョードリー監督とプロデューサーのムハマド・アサドゥザマン氏をお迎えし、作品に込めた思いや制作の裏側などについて迫ってまいりたいと思います。監督は昨日バングラデシュから日本に来られ、昨日の上映では早速上映後の舞台挨拶にいただきました。まずはオミタブ監督とアサドゥザマンさんを拍手を持ってお迎えしたいと思います。ありがとうございます。本日のシンポジウムは大阪アジアン映画祭と神戸女学院大学文学部英文学科の共催にて開催しております。また映画力車代わりで用いられております日本語字幕は、神戸女学院大学文学部英文学科の学生たちが英語から日本語に翻訳し、その後南出がベンガル語とのすり合わせ作業を行って制作いたしました。本日何人かがこちらに来させていただいております。ちょっと立っていただけますか。彼女たちが字幕制作に参加させていただきました。ありがとうございます。実は、この映画祭への、大学としての協賛は、今年で5年目になりますが、コロナ禍等々で、監督をお呼びすることが今までかなわず、今回5年目にしてようやく、監督を映画祭にお招きして、開催することができたことを、私たちも大変嬉しく思っております。なお本日、司会の通訳は神戸女学院大学文学部英文学科の南出が務めさせていただきます。何分司会と通訳の両方を同時に行いますので、また時間も限られておりますので、通訳を若干簡略化させていただくことがあるかと思いますが、どうぞご了承ください。それでは、オミタブ監督および力車ガールについて、私の方からまずは簡単に紹介させていただきます。オミタブ監督はバングラデシュ・ダッカのご出身で、高等教育はインドの、プネー大学で経済学を学ばれました。その後、ダッカで映像制作を開始されました。短編映画およびテレビ、ドラマシリーズで、実績を積まれた後、2016年に制作された初めての長編映画、アイナ・バジは空前の大ヒットとなり、バングラデシュ映画界に変革をもたらしたといっても過言ではありません。実は私は当時、ダッカでアイナ・バジの評判が、あまりにもすごくて、どうしても日本にいたんですが、どうしても、見たいと思い、日本からダッカにこの映画を見るために、週末渡航をしたぐらいです。昨日監督は日本に来られるにあたりまして、ダッカの空港の、キャセイパシフィック航空のカウンターで、アイナ・バジの、ライバー の方に会われまして、そしてそのカウンターの方が、監督の席をエコノミーからビジネスにアップグレードしてくれたというそれぐらいの大変人気のある映画の監督でいらっしゃいます。今回この作品、力車ガールは、そんな監督の、待望の第2作ということで、私自身も大変楽しみにしておりました。本映画力車ガールは、同名の原作小説がございます。アメリカ在住の、南アジア系の児童文学作家、ビタリー・パーキンスの、同名の児童小説で、すでに日本語の翻訳本も出ておりますので、もしかしたらこの中にもお読みになられた方がいらっしゃるかもしれません。ただ本映画の方は、大人向けの映画ですので、原作の世界観を大きく広げ、バングラデシュの首都、ダッカの、躍動感、さらに、昨年ユネスコの、無形文化遺産に登録されました、力車と力車ペインティングの、生き生きとした、鮮やかさが、描かれております。本日はそのあたりも含め監督からお話を伺いたいと思います。それでは、私の方から の簡単な紹介はこれぐらいにして、オミタブ監督に、マイクをお預けしたいと思います。監督よろしくお願いします。おはようございます。アッサラームアレイクム。
I will speak in English and Bangla mixed and will translate later. Ami khubi anondito. This is the first time I'm Japan e ashchi. Japan somporke amar dharona shudhumatro Kurosawa, Ozu and Mizuguchi chobi dekhe. I'm very fond of Japanese cinema, basically. And I didn't know about anything Japan much except cinema. And when I entered yesterday morning, and just 24 hours already passed, I start loving this city and the people and the food. And thank you very much, Kobe University and Osaka Asian Film Festival. আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করার জন্য এবং আমার সিনেমা এবং আমার দেশ আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য 本日はこのようにここに来させていただいたことを大変嬉しく思っております。今日のお話は英語とベンガル語をもうすでに皆さんお聞きのように混ぜてお話をさせていただきたいと思います。今回私は初めて日本に来ました。日本については黒沢監督や小津監督、溝口監督などの映画の知識ぐらいしかありませんでした。それ以外に日本についてあまり知らない中で日本にやってきましたけれども昨日から24時間を過ごしてすでにこの日本そして大阪の街をとても気に入って愛していています。美味しい食べ物そして皆さんにお会いできることをとても喜んでおります。そして神戸女学院大学の学生さんたちが私の映画に取り組んでくださったということも大変嬉しく思っております。この映画、そして私にこのように会いに来てくださったことを感謝申し上げます。To start with, I will ask my producer to start with a few words where he will describe how this project started in 2016. So, I pass it to Asadu Jaman Chaka.プロデューサーのアサドゥザマンさんからまずはこの映画が2016年に取り組み始めた経緯についてまずはお話をさせていただきたいと思います。こんばんは。そう、いや、アマナマサドゥザマン、アミオネピンチャートプロデューサーもでんじゅん。バッエイプロジェクトジョコチューハイ2016年প্রথম যেটা হয় যে আমাদের আয়নাবাজি সিনেমার পর আমাদের প্রডিউস আমাদের সিনেমাটা আসলে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর পর এরিক জে অ্যাডামস যিনি আসলে এরিক শেগলের প্রথম প্রডিউসার প্রথম এটা চিন্তা করেছেন যে এটা একটা সিনেমা হতে পারে উনি অ্যাপ্রোচ করেন আসলে অমিতাভ রেজাকে। সো অ্যাজ এ টিম অমিতাভ ভাই গল্পটা নিয়ে বেশ কিছুদিন টাইম পাস করেন এবং একটা পর্যায়ে উনি গল্পের মধ্যে দেখতে পান যে এটা শুধু একটা রিক্সা গার্লের কথা বলে না, এটার সাথে আসলে খুব ইন্টারেস্টিং রিক্সা পেইন্টিং এর কথা বলে। সো এটা নিয়ে তখন আসলে আমাদের একটা মানে পজিটিভ একটা ভাইব তৈরি হয় যে আমরা এই সিনেমাটা করতে চাই যেখানে বাংলাদেশের কালচার বাংলাদেশের রিক্সা পেইন্টিং একটা ডাইন আর্ট সেটাকে সেই ফর্মটাকে ধরে রাখা যাবে সেটাকে নিয়ে কাজ করা যাবে রিসার্চ করা যাবে। সো এইভাবেই শুরু হয়। はい、この映画のプロデューサーを務めております、アサドゥザマンです。この映画は2016年に、スタートしました。当時、アイナバジが大変、大きな、反響を呼び、そのことから、この映画の、最初のプロデューサーであった、デビエンスさんから、リキシャガールという、本があり、それをもとに、映画化できないかという相談がありました。その時、その本の力者があるというだけでなく、力者というもの自体を、映画にすることに、バングラデシュの文化や人々について描く、その可能性があるのではないかというふうに、小木田監督が、思い立ち、そしてこの映画を作ることになりました。そう、秋シャテ力者がゴールデンボテクトジェモン、オメニンパーメントコタチ、コタチェ、エクト。সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের কথা আছে যে আসলে গ্রাম থেকে শহরে একটা ট্রাভেল আছে, সাথে রিক্সা পেইন্টিংটা আসলে খুব ভালোভাবে এটার সাথে জড়ানো আছে, কীভাবে আসলে সে পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে সেলফ সেট
সাস্টেনেবল পর্যায়ে বা নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে একটা মেয়ে আর কি, নিজের আর্নিং সোর্স তৈরি করতে পারে। সো এই স্ট্রাগলটা দেখতে দেখার সময় আসলে আমরা গল্পের বিভিন্নভাবে আসলে গল্পের বিভিন্ন মানে গল্পের মধ্যে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের গ্রামকে দেখতে পাই আমরা, আমাদের গ্রাম থেকে একটা মেয়ে কীভাবে স্ট্রাগল করে একা ট্রাভেল করে ঢাকায় পৌঁছানো এবং ঢাকায় শহরে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝখানে কীভাবে মিশে যেতে পারে। সো এই গল্পগুলো দেখতে দেখতেই আসলে আমরা সিনেমাটার একটা ডেভেলপমেন্টের জায়গা খুঁজে পাই। সো এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে থাকি। সো আমার মনে হয় এই জায়গাটায় এখন আসলে আই উড লাইক টু আস্ক দ্য আই ডিরেক্টর টু এলাবোরেট মোর। この映画は、リキシャガールの、原作には、女の子の、エンパワーメント、成長というような、トピックがありましたけれど、ありますけれども、この映画のトピックはそれだけではなく、バングラデシュの人々の、日常、そして、村から、都会に出てくるという、そういった、今のバングラデシュの社会の現状、さらには、リキシャペインティングという、そういった、側面があります。リキシャガールのこの話を通して、このペインティング、このペインティングの、技術というものが、いかに人々の、サステナビリティ、生きていく上での、持続力に、つながるかといったような、そういった、ポイントもこの話には込められています。この話の中では村の、女の子たちが、ダッカに出てきて、そこでその出てくる過程の中で、人々といかに関わり、そしてそこで成長していくという、そういった過程が、映画の中に込められ描かれています。バングラデシュ、バングラデシュ making cinema is not easy task. You know that we arePost-colonial generation, and in terms of culture also, every time we struggle with foreign cultural, hegemony, like Indian culture is too much strong here, so we have to constantly fight with Indian culture, American culture, and of course European culture. It's a post-colonial scene, So in that scene.Cinema industry also, I should say, being corrupted by cultural corruption and be a different way. We cannot tell our story because we don't have market, we don't have, people, because people are watching Indian cinema, mostly Indian cinema, all these things. So in this situation, making our films is very difficult task as a Bangladeshi, getting fund,getting, facilities, everything. Because there are some, our cinema, which is mostly very much, I should say, B-grade in terms of technique, in terms of content, more on Bollywood masala degradation. So in this period of time, when I want to make my film,It is not easy task. We need different investor, and we don't have so much cinema hall, so we can get money and survive ourselves. We have to wait for fund, international fund, local government fund, all this. In this period of time, we are living where we make Riksha Girl, where first one producer from America wanted to come and get investment from other people. That's where the film start in 2016. So now we'll talk about what my vision when I first hear about Riksha Girl as a story.バングラデシュで、映画を作るということは決して簡単ではありません。いくつかの、その理由があります。まず、バングラデシュというのは、イギリスの植民地支配下、さらには、東パキスタン時代という、ポストコロニアルの、時代を、経てきました。そうした中で、文化を、どのように価値づけるかという、そういった、面においてもやはり、独自の文化の価値というものを、作り出す、それを発信するということの難しさがあります。映画は、バングラデシュの、映画に関しては、そのマーケットの小ささ、あるいは人々の関心自体も、インド映画の影響が大変大きく、やはりインド映画に、引きずられるという
といったような側面があります。そうした中で国内で映画を作るためのファウンドを得るというのは決して簡単なものではありません。そうした場合にどのような文脈において映画を作るかという時にボリウッドの、まあ、インド映画の、文脈に沿ったような、まあ、映画を作らざるを得ないようなそういった側面もあります。バングラデシュ国内には決して映画館は多くなく、そうした中で商業的に賄うということもやはり難しいというのが現状です。そうした中で監督たちはインターナショナル、まあ、海外からのファウンドを得て映画を作るということをする監督も少なくありません。力車ガール自体もそのような背景があります。最初にこの力車ガールを作ることを、提案してきたのもアメリカに、在住の、プロデューサーでした。そういった形で力車ガールも2016年に、アメリカをベースにした、アメリカ向けの映画として、最初に、取り組み出したというそういった背景があります。 Like in colonial time, there are we call our rickshaws their rickshaws. That's why I define this thing that.What is our rickshaw and what is their rickshaw? I mean, rickshaw, you know that the name, rickshaw name, it basically came from, in Japanese, jinrikisha, which is human force vehicle, that kind of thing. It's been popular in many places, in Japan also, in the early 16th centuries, 18th centuries, in Japan also, in Vietnam also.But in Bangladesh, it started in 1930s actually, where basically Kolkata, that time, we are all together, India, Bangladesh, Pakistan, we all started this all together. So Kolkata, and after we developing some kind of roads and everything, we have rickshaw. This is rickshaws, you know, you can see the old rickshaws and Japanese rickshaws. This is the touristic, but now in Dhaka,these kind of rickshaws are available. Now, as modern rickshaw has a motor inside. So it is actually not pedaling, it's actually motor, electric. It's a battery rickshaw. And battery rickshaw is a kind of a slightly difficult because its force cannot control in highways and everything. In Bangladesh, there are semi-highways also people use rickshaws too much. I will show you some pictures.In my childhood, I grown up with rickshaws because my school, my college, you know, there is the sometimes I used to, we used to 1 hour ride. I mean, like, it's not a one place to another place. It's like 1 hour ride, two friends together, and 1 hour roaming around here and there and discussing politics, lives or college lives and everything. It's like a park for us. It's roaming around. It's like athat kind of feeling. I grown up with this, full of rickshaws in Mumbai, Dhaka city. At that time, there's no VIP road that you cannot ride rickshaw here, there, that time, the 80s. Now, it's some roads are VIPs, that they call it VIPs, very important person. You cannot ride rickshaw on the front time, that is the time. リキシャーがバングラデシュに、まあ、入ってきたその背景には、植民地期からの、まあ、影響があります。その時にはアワーリキシャー、ゼアリキシャーというふうに私たちのリキシャー、そして、まあ彼らのリキシャーといったような、まあ、そういった、呼び方もされていました。リキシャーというのはもともとは日本の人力車から来ています。人力車というのが18世紀19世紀には日本やベトナムなどで活躍をしていました。それがインド大陸に入ってきたのは1930年代のことです。1930年代当時イギリスの植民地下にあったインド、特に西ベンガルのコルカタのあたりですね。そこに力車というのが入ってきました。バングラデシュはその当時ベンガル州の一部でしたので、今のバングラデシュのあたりにも、その頃から力車というのが普及しだしました。今現在のバングラデシュの力車は、スライドの、向かって、右の写真です。この力車は、最近では、モーターで、動く、まあ、電動の、自転車の、まあ、モーターを、まあ、搭載しているというような、まあ、そういった力車が、徐々に増えています。
バングラデシュでは、リキシャーが、まあ一般道を、まあ、通ることができます。1980年代に、私が、まあ、子供幼少期を、まあ、過ごした、その時には、力車というのは、日常生活の一部でした。小学校から、まあ、カレッジまで、この力車で、学校に通うということもありました。渋滞の中約1時間ずっと力車に乗っている、2人の、友達同士で、まあ、力車に乗っているという、まあ、そういった、状況もありました。1時間友達とずっとその、まあ、渋滞の中で、力車に、まあの中で、まあ、立ち往生するというような、まあ、そういった意味では、ある種、まあ、力車に乗っている時間というのが、友達と公園で遊んでいるというような、まあ、そういう時間でもあったと思います。現在では、VIP ロードというふうに呼ばれる、まあ、あの力車の立ち入り禁止の、まあ、道路というのが、増えていますが、80年代には、まあ、そういった道路はなく、どこでも力車で行けるというそういう時代でした。My inspiration, there's two literary inspiration. One is empirical inspiration. Literary inspiration is basically this novel. Mithali Perkin is American Indian Bengali. She married, she's from Kolkata, she married an American guy. She used to write, she's a writer of a young adult novels. And she's very popular.And 100 best novels in America, young adult novel. She was one of this in this novel. So this was my first inspiration when my producer gave me this script story to tell a film on it. But in this book, there is nothing what we made. In this book, there's a simple one girl in the village wanted to ride Risha, got accident.And she was a, we call it another art form, Almona. She used to paint that on the floor. We call it, in India there is one culture called Rangoli. In Bangalore, she was that. And that was story only on a village. But I extended the story to make it a hero's journey. And that inspiration, when we researched, we got this girl named Shumi. She stayed in Old Town and ride Risha.They said there are few people, there are maybe 3-4 people in, you know, 20 million people of Bangladesh who is female. There is no female rickshaw puller in Dhaka, not no one. There's 2-3. I mean, that 20, 30, 50 million rickshaw maybe, but there's only 2-3 rickshaw puller in Dhaka. We got her, so we interviewed her, we followed her a couple of days and where she stayed.And then we got our inspiration. So this is her journey can we portray in our film.この映画を作るにあたって、まず2つの、まあ最初の、まあ映画を作る上での、まあ、私自身の、まあ、印象というのがありました。まず1つは、原作となった、この「力車ガール」というあの同名の、小説です。この小説の、作者である、イタリー、パーキンスは、アメリカに住む、ベンガル系、インド系の、まあ、あのベンガルの、まあ出身であるということです。この彼女が、まああの書いた、まあ小説というのは、ヤングアダルト、まあ、10代の、まあ若い、若者向けの、まあ本として、まあ、書かれました。あの大変、まあ、人気を博した、まあ、小説であることは間違いありません。しかし、映画の中にはこの本で描かれていないことというのがたくさん出てきます。本は、この小説は一人の、女の子に、まあ、焦点を当てて、アルコナという、まあ、あの床ですね、が、まあ、とても上手な、女の子に焦点を当てて、その舞台は、まあ農村部に、まあ、限られていました。しかし、映画の方は、町に出てくる、ダッカの町に出てくる、そして、男性と扮して、バングラデシュの、まあダッカの町、特に、まあ、オールドダッカというふうに呼ばれる、古い、まあ、町を、まあ、力車で駆け巡るという、まあ、そういう、女性の姿を映画では描いています。この、力車
者を引く女性を描くにあたっては、バングラデシュに実際にいる、女性の、まあ、リキシャワラを、インタビューをついに、取材を行いました。何万といる、バングラデシュの、まあ、リキシャワラの中で女性というのはほんのほんの限られた、数人ですが、その数人の、まあ、女性たちにインタビューをし、女性として力車を引くことの大変さであったり経験というものを調べ、そしてこの映画を作りました。 So we'll talk about rickshaw painting. This is our visual inspiration. Dhaka city full of rickshaw painting. If you just quickly, I will see that what is the timeline of rickshaw paintings. I mean,In 1950s, there was no colors at this period of time. They used to paint normally, rickshaw paintings and all these things. And basically, it started from cinema painters who used to paint cinema posters. They actually came to do the rickshaw. They were used to paint the rickshaw to make it attractive. In 1970s, in the times after liberation,So there are some stories we can see in the form of rickshaw paintings where our war and everything. The interesting part is late 1970s. And that period of time, after 75, when Bangladesh Muslims culture was more stronger, there was a ban using human face on rickshaw painting. There's some kind of ban. Human faces not allowed in rickshaw painting. So that period of time, what they used to do, all human activity, they did in a painting, but it was a animals. So that's why in our film, I will come later, how I use animals as a form of expressions and rickshaw paintings.So after that, we can see in late 80s, what that period of time, cinema poster again came back to rickshaw form. There's some kind of advertising they started to. Sometimes it is advertising, sometimes they love to do huge faces of rickshaw painters. And out of 2000 now, after that, and when the print came, when they used to print the paintings and put it there, digital,painting, that time the skill of rickshaw painters lost their all jobs, and now no rickshaw painter alive to use to these to skill it. This is the basic the pattern from where why I'm so much interested. So this is a beautiful work of art. This is a light like a canvas. It's like a small museum galleries where I'm traveling aroundSo this handwork and everything, that's why it was so fascinating for me to tell this story in a film and explore these things in film, in international world.もう一つの、この映画の、まあ、表現においては、力車ペインティングがあります。力車ペインティングの、まあ簡単な、まあ、歴史を、申し上げますと、1950年代には、とても、まあシンプルな、ものが、まあ多く見られました。そこに、シネマ、映画のポスターっていうものが、出るようになって、そしてその映画のポスターを描く画家たちが、この力車ペインティングを、まあ描くというような、まあ、そういう状況が見られました。そして1970年代になるとバングラデシュが、東パキスタンからバングラデシュに独立をし、その頃から見られるようになったのは力車ペインティングの中にストーリー性が見られるというそういう、ところです。そして1970年代後半になると1975年からバングラデシュは、軍事政権下に、入ります。そうすると、イスラム色を強化するというそういう、社会背景に、が反映され、力車ペインティングの中から人の顔を描くということが、なくなっていきます。イスラムの、
肖像を、まあ、禁止するといったような、まあ、そういう価値観が、キセペンギングの中にも見られるようになります。そこで登場するようになったのが動物を描くということです。この力車ガールの映画の中にも、そういった、力車ペンギングに描かれた動物たちが、強調的に、まあ、出ています。そういった形で、さまざまな表現フォームというものが、築かれます。そして1980年代になると、再び、まあ、映画ポスターというのが、力車ペインティングの中に、出てくるようになります。これは映画の宣伝というようなそういった、側面も見られるようになりました。そうすると、俳優など、人の顔がまた、この、力車ペインティングの中に登場するようになるという、まあ、そういった経緯があります。そして現在は、デジタル化によって、プリントというものが、どんどんと普及しています。そうすると、人の、まあ、手書きで、まあ、技術を持った、手書きの、力車ペインターというのが、どんどんと、仕事を失っていくというそういった状況が見られるようになりました。しかし、私は、この、力車ペインティングの大変美しい、力車自身が、美術館のようでありギャラリーのようである、そうした、力車が街を走っているという、この、文化というものを、大切にしたく、そしてそれを映画に描きたいということで、この映画を、作る、もう一つの、きっかけとなりました。These are the main inspiration actually for this. If you see the first top on that, that is called Nokshi Katha. Nokshi Katha basically, like sari, what, you know, the wear. In this sari, after they wear it, finish, it is not this, it's a plain sari. Our grandma, they used to stitch with with cotton, this is to stitch and tell story while stitching it of the whole meat and everything. That tells story, that is called Nokshi Katha. The Nokshi Katha they use for blanket, these things. This is the main storytelling actually started. And then there's another form they used to paint on the pot and regular food menu. On the utensils, they used to paint the myth of Hindu mythological myth, all this thing. That is another form in pot painting, also very important. This middle, that pot, we call it where they cook and everything. There also they used to paint this kind of form. They used to paint this, this is called Kamar Kumar, where people who made this kind of pot. And the left one, the very interesting, this is Gaji Pottachitra. This is actually story. This is a long story. It's like a cinema. They used to roll it and it's story going this way. It's a mythological story going from top to bottom. And they used to play these things on this, like a cinema is going horizontally, this one going vertically, and they used to sing while this happening. So this is the early cinema, you can say, in Bengali. Village culture. 力車ペインティングの、インスピレーションとなっている、ベンガル地方における、文化というのを少し紹介したいと思います。まずは、ノクシカタと呼ばれる刺繍布です。このノクシカタという刺繍は、今私が着ているサリーも のような、まあ、長い一枚の布を、まあ着るというのが女性の、まあ、衣装として、南アジアには、広く、普及していますけれども、そういったサリー着古したサリーを何枚か重ねて、そこに刺し子をして、それを、まあ、再利用するという、まあ、そういう文化があります。そのスティッチをするときに、そこに、おばあさんたちが、自分たちのストーリーを描くという、まあ、そういった文化があります。この刺繍というのはまさに歴史を伝えるようなストーリーテリングの役割があるという、まあ、そういった文化があります。もう一つは、陶器です。陶器の壺のような、まあ、こういった、
素焼きのものにペインティングをするというのも、これは特にまあヒンドゥー文化としてよく見られるものです。クマールと呼ばれるまああの職業カーストの人たちがまあこういった色鮮やかな陶器を作る、そしてそれがまあ料理の時に用いられるといったようなまあそういった文化があります。さらにとても面白いものですけれども、向かって一番右の、この、パテトラというこれは、まあ、お話を、まあ描いている、まあ、タペストリーのようなものですけれども、まあ、これは、フィルムができる前の、映画というふうに言うこともできるような、まあ、そういった、ストーリーテリングの文化というものがありました。こういったものが、クリキシャペインティングの、まあ、インスピレーションになっているということです。 OK、See, Riksha painting actually came from, usually, previously it was used this kind of cinema life. What is cinema life actually? Cinema life means colorful life, Rongin Jibon. So that's why the color is so strong. One more thing, post-colonial syndrome. All skin tone of the actor actress is white. We are dark-skinned people.Why they use white skin? Because they believe that is more uplifted. So the typical hegemony is that we don't believe dark skin have a colorful life. White skin might have a wonderful life. That's why the red is coming on the skin tone. So these inspiration, they used to be strong color, most important thing. That is a, then I will go second part after then I'll explain to it.フィクションペインティングの中で欠かせないのが、まあ、映画です。そしてこの映画の、まあ、シネマライフというものです。この、バングラデシュ、南アジアの、まあ、映画というのは、色にとても特徴があります。色の人生というふうに言うこともできます。ここにもやはり、ポストコロニアルな、まあ、非植民地経験というものが反映されています。白人からの植民地支配というこの白というものに対しての色というカラフルな人生、カラフルなライフというものが強調される。人生は強いストロングカラーというものが白に対しての対抗するものとして用いられるといったようなそういった背景があります。If you see Riksha paintings, it's pattern. It's mostly pattern uses animal, birds, flowers, figures to create this pattern. And the another important thing in Riksha painting, the texture, volume, multiple color, using multiple color. And the third picture, what we see, it is called Alpona, which is a floor tint, basically rice powder they use and watercolor they use to maintain any kind ofmarriage ceremony and everything. Strong color and this kind of pattern and using animals because it's more like a real people who are, we are big delta where we believe it's in the cultural space like any other country like Japan and Vietnam. So this is most important thing. They use these colors, these people like animals also part of their regular life like tigers, lions,all these animals, they are regular life. Another most important thing I'll go then was the texture, the pattern, the repetitive color pattern. If you have a same thing here, they have a same flower on other side. Same mayur in this side, decorative. This is a repetitive. They have some information of colors and that repeat that information, like mirror image. That actually came from the idea of beauty, composition.So these artists are not a trained artist. They are by their own beauty understanding. They make this kind of composition, which is very unique and I think very real. So nobody taught them Western idea of beauty, of paintings and all these things. This is their idea of beauty. And that's why they are represented like this way. 色と
合わせてもう一つ重要な力者転勤の要素はパターンです。このパターンの中には動物や花などさまざまなモチーフが用いられます。マルチプルな、たくさんの色を使って描くという、こういったものです。そしてこのパターンの元となっているものの一つが、ゆかえ、アルコナと呼ばれる伝統的なゆかえです。これは、米粉を、水に溶かして、床に、模様を描く、結婚式の時やお祝いの時などに、なされますけれども、そういったパターンというのも、南アジアを象徴しているものです。動物に関しましては、様々な動物が擬人化する形で描かれています。これは、バングラデシュのある、デルタ地帯の、自然豊かな、様々な、生物が、生きている、そうした、土地に根ざした文化である、そして、動物も花も、私たちの、生活、そして、命の一部であるというような、そういった、ことが、象徴的に見られます。さらに、花は、この、模様に見られるように、何度も、リピートして描かれる、そういった形、それの組み合わせによって構成がなされているという、そういった、模様の特徴があります。これは、この、バングラデシュの地の、アーティストたちの、世界観を、表しているものであり、決して、西洋的な、ものと、同じではないといったような、そういった側面が見られます。Okay, this is in Bangla, but it's very difficult to translate. How to make those colors? Very interesting. In Shada, white, they make it Kudi Mati, Chinukel Gura, Kalu, Hari Tola Chacha, Tola Chacha, Oita Bhavar Kore, Lal Shidur Alta Bhavar Kore to create red, Shobuj Green, create Kora Jono Sin Pata.Patar Rosh, Chalta Bichi, there is some fruits and Komla use Kora Janno, Iter Gura, Gira Vemati. Interestingly, Beguni Kora Janno, Amer Rosh and Puishaker Rosh. These kind of material they use to create colors.色をどのように作り出すかというのも大変面白い、方法が、説明としてなされています。例えば白、これは、米を粉にする、それで白を作る、黒、これは、ある植物を、染料にする、緑というのは、特定の、植物から、色を出す、黄色というのは、鉄から、色を取る、さらに面白いのは、ベフニ、これは、紫ですが、紫に関しても、食べる野菜から、色を、取る、これは、色を出すことによって紫になる、緑の、植物ですが、そういった形で、この地の、植物が、色を作り出すということに、説明としても、用いられているという、そういった、We quickly go something. These are my inspiration. All the paintings, all the photography, steel, color, and then after that, I will tell you how Richard used in my film.今見てご覧いただいた、こういった絵が、映画を描くときに、インスピレーションになった、絵ですけれども、こういった、絵から、私たちの映画が、どのように、こういったものを作って描かれたかというのを次にお話したいと思います。 So this is Dhaka's Riksha. これが、ダッカの、力車の様子です。Unbelievable. 2 million peopleThis is really traffic jam of Dhaka and this is Dhaka. まさに力車が、交通渋滞を、作り出しているということが、この写真から見てわかるかと思います。This is my reality, work with Dhaka, and from there I transferred to this kind of composition in cinema. So in the right side is my cinematic realism, and this is reality.こういった、現実の状況から、映画の現実というものを、作り出したということがあります。 This is also reality, and this is my cinematic realism.
これも現実を用いて映画のリアリティを作り出しました。Same is this. これも雨の中の力車、同じです。And who are these people? They're really poor people. They're not, you know, the faces, these are the faces of rich people. See the dark skin.どのような人が力車を引いているかというと、貧困層の人々です。この写真は力車ワラーの、実際の力車ワラーの人々です。見てお分かりのように、日に焼けて、肌が黒くなっているという、そういった、貧困層の、男性たちです。Beauty is maybe related to cleanliness in Western.Idea. Very clean image, very clean, neat, composite. White. Whiteness means cleanliness in Oriental, in ideas, that 1 billion ideas. Everything should be clean, neat, composite. That's a structured thing, right? So I believe our beauty is ugliness.白というのは、クリーンなイメージがあるかと思います。この白イコール、クリーンという、この価値観というのは、西洋的に作り出されたものである、というそれが、広く、共有されているということがあるかと思います、それに対して、私たちが、主張する、美とは何か、私たちの、ビューティー、アワービューティーというのは、ここで、アグリネス、醜さというふうに、言える、そういった、それを美と呼ぶという、そういった、フィロソフィーがあります。 In Riksha, there is one plate here, we call it plate here, where the Riksha painting actually focus this one.They painted all Riksha, but this is the place where the main story being painted. Riksha painting というのは、この Riksha 全体に色をつけるんですけれども、特に Riksha painting のメインとなるのは、このタイヤとタイヤの間の、そこのプレート、ここが Riksha painting のメインの、場所であります。So, in our, that's why she painted.So her plate, we painted this plate. This painting painted done by Suleiman, Riksha artist, one artist. And the consultant was Farhana Hamid Abdi. She is a boutique designer. She also designs and composes. These two person actually make this whole part. If you see this first plate, actually that when she entered in the pond,She actually the color comes out, and this is the stroke of Solomon's art. She made this stroke, and that's why we transfer it on a plate and the visual image this way.この映画 の,、アーティストが2人います。1人は、この力車アートペインティングの、アーティスト、とても有名な、スレイマンという、画家です。このスレイマンの、スレイマン、ファラナ・ハミッド・アッティ、ファラナ・ハミッド。ハミッド、ファラナ・ハミッドさんが、洋服の方の、デザイナーであります。この2人の、アーティストが、この映画の、描き方においては大変重要な役割を、果たしてくれました。この場面は、映画の中で、タイトルが出てくる、重要な場面ですけれども、この、池に、主人公の、ライマーが、入った、時に、色が、こう浮き出てくるという、そういった、これは、スレイマンの、デザインですけれども、このスレイマンの、上にある、力車ペインティングの、それがモチーフとなって、この場面ができました。See, this is our image, and with her life, she painted on a painting, it's her painting when I showed last time. And if you see,
when she painted with animals. This is animals. This is her nanny, her grandma. This is herself. This is mother. But they are all animals. That's why, younger sister, they're animals. That's why she painted it. This is the form being placed with. This shot is in, we can see in Rishabh in our cinema, and this also we can see in our cinema.この場面もそうです。上にある、ペイン、力写ペインティング、これが、まあ、スレイマンの、一つの、まあ、力写ペインティングアートです。これをもとに、この場面が、描かれました。スレイマンのこの絵の中に描かれている、動物たちというのが、おばあさんであり、妹でありという、まあ、そういった擬人化された関係を、映画の中では実際に、主人公の、ナイマ、そのおばあちゃん、そして妹といったような、まあ、そういった描き方で表現をしました。And if you see this painting, it's called Bricks. Inside, when Naima came to Bricks, and inside the brick, he became inside the brick.In this apartment, we shot this when he came to Dhaka. That's why he painted this way. That guy is now elephant, and this is deer, and they are staying in a brick with a fan and everything. His idea of village to city life change, and also this is our expression.これはまた、この、まあ、レンガの中という、まあ、この、都市部での生活の、まあ、枠組みという、まあ、ここの、様子を、映画の中では、アパートでの、まあ、生活というところに、まあ、反映をさせました、この中の、まあ、象がこれが、まあ、夫であり、まあ、鹿の方が、まあ、妻を表しているわけですけれども、その位置関係その関係というのも、映画の中では、都市部の、まあ、高級マンションに住む、夫婦という形で表しましたSame thing, when she is traveling with a van, with the father, roads and everything, this is a van rickshaw. And she also painted the city life and the rickshaws and van in this way. And also when the van, this is her father and her sister, her father is a monkey. So that's a different expression.さっきの、まあ、町の様子に対して、まあ、これは村の様子です、そして村ではこのバンと呼ばれる、まあ、2台型の力車が、まあ、走っているわけですけれども、この様子を、まあ、描いた、まあ、力車ペインティングの、まあ、モチーフを、用いて実際に、映画の中では、このバンに、乗る、お父さんと娘というのを、まあ、描きましたペインティングの中では、まあ、猿が、まあ、お父さん、そして、子供たちが、まあ、あのバンに乗っているというような、まあ、そういうあの絵ですけれども、まあ、それを、まあ、用いてあのこの、場面を描きました。In first, you see her inspiration is cinema, big cinema, our commercial cinema, colors and everything. That hero is her inspiration.That's why she painted with her hero. She's happy traveling in the Dhaka city. This is one.これは、まあ、力車ガールが、まあ、その映画の、まあ、ヒーローに、まあ、憧れるという、まあ、そういう、場面ですけれども、あの力車ペインティングというのはまさにあの先ほど申し上げたようにその、まあ、映画の、まあ、ポスターのような、まあ、そういったあの役割、そういった、まあ、モチーフがよく用いられている、それをそのまま、映画の中でも、力車ペインティングと、まあ、映画そのものというものを、結びつけて描きました。Our beautiful place is our Sadarghat, which is our Dhaka's river, Buriganga. And that is most important thing in our Indian Riksha painting. They used to paint this kind of river always. This is one inspiration.バングラデシュにおける、まあ自然美というのは何より、まあ川が、まあ、象徴的に、描かれますけれども、このガンジス川の、まあ河口に、まあ、ダッカーの、南の方を流れている、この川ブリゴンガ川の、まあ、ほとりというのが、バングラデシュで象徴的に、まあ自然美として用いられます、映画の中でも、その、So these are all the inspiration. This is the last one, and then we go some videos.
So this is this is the night she painted whole band. And this is, you see, this is the garage, Bhiksha garage, where center, this lady, the big lady who actually savior of her, she painted like she is a hero of her, and this is the expression.この場面というのは、まあ、最後ですけれども、力車ペインティングの中で、眠る、まあ、主人公ナイマという、この、まあ、ペインティング力車ペインティングに囲まれて、そして、まあ、そこに、まあ、この映画が、まあの主人公が、まあ眠るという、まあ、象徴この映画の、まあ、象徴的な、場面として描きました。 So this way how we createSome kind of vibration, some kind of movement of rickshaw painting. We use this. If you see this shot. これ映画の一部ですけれども、どのようにリクシャペインティングが映画の中で用いられているかというのをご覧ください。And this is also use the rickshaw's movement. This is her father.And she's also flying, her sister also flying, and this is she painted on the globe, and I wanted to explain this way how richer form being replaced on her imagination.ここでは、まあ力車の、まあ、アニメーションを使って、まあ、力車の、まあ、ペインティング自体が映画の中で動くというような、まあ、そういった、まあ、描き方をしています。Now I will show you some footage of my behind the scene. It's a big 27 minutes, but we'll show 2 minutes, 3 minutes. Shokal can forward it some moment. Let's see. まあ、映画制作の、まあ、場面について少し見ていただきたいと思います。Okay. This is my experience. I don't know how much I share to you. That's very, it's quite four years of work.まあ、これが、まあ、その映画の、まあ、制作の、まあ、裏側というか、まあ、私が、まあ、今回のこの映画制作において、まあ、やってきたところです。皆さんにどれくらい伝わったか分かりませんけれども、まあ、4年間かけて、まあ、この映画を、まあ、作ってきました。So, আগামী 4 তারিখে আমাদের আরেকটা শো আছে, শোটা দেখার দাওয়াত দিতে চাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখন দেখার পরে যদি সিনেমাটা আরেকবার দেখেন, সো ইউ উইল ফাইন্ড ইন্টারেস্টিংলি যে মেয়েটার টোটাল জার্নিটা সে আসলে আরো বেশি
মানে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করতে তার পেইন্টিং দিন শেষে সো টোটাল জার্নিটা আরো এনজয়েবল হবে সবার জন্য সেটা দাওয়াত রইল আর কি すでに映画をご覧になられた方もまた4日に映画をご覧になられる方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、今日の話を聞いて映画を再度ご覧いただくと、この映画の中で、まあ、その絵の果たす役割というものを感じていただけるかと思います。ナイマという主人公が、ストーリーを通して、このペインティングというものに、まあ、どのように導かれてきたかという、まあ、そういった、側面からこの映画を楽しんでいただけるのではないかと思います。はい、それでは、監督からの、お話は、一旦ここまでにさせていただきまして、皆さんの方から質問を、受けたいと、思いますけれども、何か今日今のお話でも結構ですし、まあ、映画のことに関しても質問があられる方はぜひ日本語でも英語でもベンガル語でも結構ですので、挙げていただければと思いますが、いらっしゃいますか。あ、どうぞ。いろいろな説明ありがとうございました。昨日の夜映画を見て、ですごいこう絵のような美しい映画だなって思ったんですけれども、そういう映画の美しさ、技術的な背景っていうのが今の説明を聞いてすごいよく分かりました。で、質問なんですけれども、このナイマっていう女性の主人公はこうすごい、なんて言うんだ、要はまあ、村の中のまあ慣習に反するっていうか、口答えするとか、もうすぐちょっと反抗的な部分もあるし、で特に すごいというか驚いたのは、ダッカで力車を引くときにこう男装するという、というか女髪を切って女性ではなくて男性としてそういう選択して力車を引くようになった。だからまあなんていうんだろう、バングラデシュの、まあ、監督もそうだし、プロデューサーの人も、つまりイスラム的な理念っていうのから、まあ、正反対のような生き方かなって思ったんですね。まさにそういう従来の期待される女性像の正反対な生き方をこうナイマという、まあ、少女が選んだっていうかな。で、そういうふうなことで、まあ、それはこう私たち見てると感動するんですけれども、そのバングラデシュの、まあ、さっき出てきたイスラームのどっちかというと保守的な人たちからは、そういうものに対するこう批判的な意見とかいうのがないのかということをちょっとお聞きしたいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you very much。 プロトム方おちゃげ、ナイマ is a strong woman。 Our village girl are very strongThey are like that. They are more progressive and stronger than urban people. You know, in Bangladesh, how much villages, I mean, how the percentage of working at the farming or farms, what you call, in terms of agriculture, the workforce is 52% is women and 48% is men. So,villager girls are more stronger, powerful than urban girl. The urban has taboos, many things. They don't have taboos. This is one. That's why Naima is so stronger, and all girls are like that. Most of them nowadays are much. This is one. Acceptability in Muslim cultures. There is not very much acceptable, but now is emerging. Now is people.2 weeks back, we got a girl who actually liked Naima, dressed like a boy, and pulled rickshaws. 2 weeks back, we got an interview on Facebook, and we got her. So this also done. So wearing women clothes and pulling rickshaw, not acceptable, maybe. People won't believe she can ride. But if you change the dress, people have a perspective that, okay, he's a guy, he can pull rickshaw.This is the scenario. まず、まあ、村の女性、まあ、ナイマは、まあ、村でも、まあとても、まあ、強く、まあ、強い女の子として描かれているということに関して、実際にバングラデシュの女性はとても強いですということです。それで、
女性、まあ、あの都市部に住む女性よりもむしろ村に住む女性たちは強いというのが実際のバングラデシュの女性たちの姿です。特に今農業をしている女性たちという農家の女性たちというのは農家の仕事の 52% は女性の仕事である、 48% が男性の仕事というふうに言われるぐらい村での女性は活躍をしている、むしろ、都市部の女性よりも強い、そういった側面が、ないまも、決して、例外ではないということが言えると思います。そして、この卵巣をして、力者を引く、女性像、こういった、内間の、女性像というものが、イスラム社会の中で、どのように、受け入れられているかということに関してとても歓迎されているというわけでは決して ありませんが、しかし、卵巣をして、力者を引く、そういった、こと自体、そういったことが全く、受け入れられない、ありえないというような、ことではない、だからこそ、この映画も楽しまれるという、そういうことがあると思います。実際に先ほどの話の中でも、この映画を作るにあたって、女性で力車を引いている力車ワラーの、限られた、女性たちに、インタビューをし、そしてこの映画に協力をしてもらった、そういった、女性たちも、どのように探したかというと Facebook などに、その自分の姿を、出しているという、そういう、ところから、それを、面白がって、興味深く、見る、バングラデシュの人々がいるというのが、現状であるということです。女性が女性の、服装をして、力車を引くというのはバングラデシュの社会ではやはり受け入れられませんが、男装をしてというと、ところに、この映画の、面白さがあるということも言えると思います。ありがとうございます。他言ってほしいですか。どうぞお願いします。日本に来られて本当にありがたいことでありがとうございます。一応日本語で言います。通訳しなくていいようにごめんなさい。今回はこの力車アートについて聞きしたいんですが、今日私は電車で来られたんですが、電車の中で広告がいっぱい載ってます。日本の電車の中で、で、周りを見るとやっぱり 100% ぐらい の人がもう警戒を見ながら乗ってるので、あまり広告の意味がちょっとなくなってる、見てないからなくなってると思って、力車アートも同じようになんか大切なメッセージが書かれてあったり、そういう広告とはちょっと違うんですが、たまにその政府からのメッセージとか、美術、単なる美術だけではないということが私は理解してるんですが、最近この、携帯は流行ってるからとか、若者はあまり見てない、無意識にしてるのかとか、あまりその大切さ、そのアートの大切さはしてないかなって思って、今現代の若者はどうでしょうか。 OKActually, it is totally opposite now. Younger generation, though they are in a phone, they are in a film. Riksha art now emerging or using with the younger generation a different way. Now they are not seeing in a riksha, but they are wearing riksha clothes. They are wearing phone cover, using phone cover. Their riksha art become very popular, sunglasses.In young, only the young generation, these generation now using the chart in a different form, actually. That's wonderful. Thank you. 今の、答えの方だけ訳させていただきますと、バングラデシュの、その若者たちが、力車ペインティングにどのような、関心を、関心が失っているのではないかというのに対して、むしろ逆である、若者たちは、若者たちの、方法で、この力車ペインティングというのを楽しんでいるということが言えます。力車ペインティングが、最近とても人気になっていて、こうそれが、力車に実際に乗らなくても、T シャツに、そのペインティングの、模様がなされていたりとか、メガネだったり携帯ケースだったりといったような、そういったところに、こうポップアートとして、力車ペインティングを楽しむというような、そういった消費のされ方が若者たちの間でなされるようになっています。 In Dhaka, there is very popular, it's a very popular, shop we call Jatra.
And here, all the properties they sell on Risha Paintings Forum. Most of them actually. Very handmade all thing. And all the properties and all these things. Uniquely, these things are very popular in Dhaka urban youth space.これはまあジャットラというまあバングラデシュの特に今若者たちにすごく人気のまあブティックなんですけれども、ここではまあまさにその力車ペインティングを用いたさまざまなまああのグッズがまああの売られていて、まあ、それがとてもあの人気です。あの私も大好きなお店ですけれども、あのまああのこういった形でまあ力車ペインティングがまあアートとしてまあ消費されているというまあそういう現状があります。 OK, any other question?他、あ、どうぞ。昨日映画を見させていただいて、そのダッカの街のこう 活動的な、まあ、あの風景がとてもこう感銘を受けて、あ、初めてはバングラデシュ行ったことがないんで、まあ、あのその風景が見えて、まあ、とてもあの感動を覚えました。で、あの、質問3つあるんですけれども、ね、あのこの映画の予告を見たときに、あの英語で、まあ、あの出演者の人は皆さん英語で喋ってたんですが、まあ、今回ベンガル語になってたと思われるんですが、まあ、こちら何かこう意図があってそう変えたのかというところをお聞きしたいです。であとあの歴史アートのペインターのことなんですけれども、あの実際にその女性のペインターの方がいるのかどうか、であとその歴史以外にも、まあ、例えばトラックとか、町の看板とか、まあ、そういったところにも、この歴史アートのペインターの方たちは、そういうところに仕事の場、あの、まあ、そういうところにも書いてるかどうかというところを、まあ、お聞きしたいと思います。Okay, the first of all, I'm really sorry that the trailer is in English, because this film produced by Vinicci Adams, and he wanted to do only English, because American people doesn't read subtitle. That's his version.I don't want to make film in English. I didn't want to. But he's a producer and he said he will sell the film in American scenario. That's why they actually kind of forced me to make it in English. And I don't have any other option. But after he failed to show it in America and not getting revenue, then I decided let's make the film in Bangla. So I made this whole film in Bangla in dubbing.And I, the way I dubbed is very difficult to understand it's being dubbed, because in a syllable, I did dubbing to understand the syllable, how the voice is speaking, and that's why I dubbed. So that's why it's more close to real shoot. But on a real shooting, it is in English. That's why the trailer is still in English, but we're soon making Bangla trailer. This one, the first question. Okay.まず一つ目の質問についてです。あの実はこれはですね、最初に作られた映画はあの英語バージョンなんです。それであのさっきの話の中にもありましたように、その最初に、まあ、この映画の、まあ、オファーが来たのがあのアメリカに住んでいるプロデューサーの方 でそれでアメリカではあの今もうあの字幕の映画を見ないということ でそれで英語で作れということが、まあ、あのその、アメリカの、まあ、プロデューサーの、まあ、あの意見で、それで、まあ、作り出した、なので、あの元の実は映画自体は、俳優さんたちはみんな英語で喋っているというのが、まあ、あの元の映画です。でそれで、監督自身はそれがあまりあの、乗り切ってなかったんだけれども、まあ、あのそのプロデューサー の、まあ、あの関係で映画で作ったんですけれども、英語のバージョンがアメリカでもそれほど受けなかったということ でそれで、監督自身が、これを、まあ、ベンガル語バージョンに作り直したということがあります。私が見てもですね、ベンガル語を喋っているかのように見えるぐらいに、あの口の動きをあのしっかりと合わせて作られているのでわからないんですけれども、実はこの映画はベンガル語は、まあ、吹き替えの形で、元は英語で作られているという、まあ、そういう背景があります。あのトレーラーはそういう意味で英語バージョンの時に作ったトレーラーなので、あの英語になっているという、まあ、そういうあの背景があります。Second, there is any Risha Painter woman available in Dhaka? No. Even Risha Painter men also decreasing, maybe 4-5 people. They don't have job. They don't have job. Hand paint doesn't sell, so they actually know.
other vehicles they use, motive sometimes they use, but not very strongly. The way rickshaw being used, no other vehicle being used that way. 2つ目の質問の、まあ、女性のそのリキシャペインターに関しては、これは、まあ、ないということです。男性 の、まあ、その手書きの、まあ、ペインター自身も先ほどの話のように、まあ、減っているという中で、なかなか、まあ、女性 の、 そのペインターというのは出てきていないのが現実です。で、3つ目 の、まあ、トラックやその他にリキシャペインターの人たちが、まあ、書くかということも、これもほとんど見られないというのが、まあ、現状です。いかが、他に質問などいかがでしょうか。あ、はい、じゃあ、後ろの方。すいません、昨日、作品の方は拝見させていただいています。で、ちょっと作品の中身につい踏み込んだ部分も含まれているので、まだ見られてない方がおられたらごめんなさい。で、昨日、拝見した作品の中に、主人公が最初に都市部ダッカに出た時に、富裕層の家の、アパートで仕事をする時に、まあ、外を自由に飛んでいる鳥がいて、で家から出ることができない、要は閉じ込められるっていうシーンがすごく印象的にありまして、で先ほど監督のお話でも、女性の姿のままで力車を引く女性というのは未だに認められないいうお話をいただいているんですが、今現在のダッカにおいても、その何でしょう、都市化していくに従って、その女性というものが外で働くということが容認されてくるのかなという印象を私は持っているんですが、未だに、そういうことを認めづらいその社会の状況にあるのか、まあ、日本もジェンダーギャップ120億下回る残念な国なので、まあ、自信を持って日本で言えないんですけれども、今現在のバングラデシュの状況というのがどういう状況か、そのあたりを意識してこういう作品を作られたのか、そのあたりを教えてください。ありがとうございます。 Yeah, the birth scene, what I wanted to explain, that the kind of subjugation, kind of, he doesn't have that emancipation of coming up, that's why the, he also has the same kind of bondage, same kind of jail. That's a metaphor I use, bird, for that scene. But yeah, women working in the Bangladesh now is very strong. Women are stronger agent, economic agent than men, I told you. In terms of agriculture, in terms of other sector. Women working is not difficult. Bangladesh is now very progressive in terms of women activation in the world. Rickshaw is maybe not, because itself rickshaw is decreasing. So that's why in rickshaw pulling is not available. All other strong work like building, factories. You know, our garments are more strongest garments in all over the world. We are the second largest producer of garments, all of women. So that's not right. Women are working very strongly. Maybe in terms of rickshaw, they're not.鳥が、まあ、まあ、閉じ込められて、まあ、その鳥を助けようとする、まあ、閉じ込められているというような、まあ、そういう場面に関しては、まあ、ダイマがその時に、まあ、家事労働者として、まあ、家の中に閉じ込められている状況と、その鳥が飛べなくなっているという状況を、まあ合わせた形で、まあ、メタボリックに、まあ、描いたという、まあ、そういう意図があります。実際 の、 そのバングラデシュの、まあ、女性が、まあ、働くということに関してですけれども、まあ、バングラデシュの女性たちは、まあ、外で働くということが、まあ、最近特に、まあとても増えていて、そして外で働いている女性たちはもう本当に強いというのが、まあ、監督の持っている印象です。それは、まあ、農業だけでなく、さまざまな工場であったり、あるいは、まあ、縫製工場で働く女、バングラデシュの女性というのは、まあ、世界的にも、まあ、有名ですけれども、そのような形で、まあ、労働者として働く女性たちというのは本当に、まあ、バングラデシュの、まあ、今の経済を支えている、まあ、強い存在であるというのが、バングラデシュの中の、女性の、まあ、位置づけに なっているという、まあ、そういう状況です。
はい、はい、ありがとうございます。それでは、まあ時間もそろそろになりましたので、クエスチョンアンサーの方はこの辺にさせていただきたいと思います。まあ、本当に私自身もこの映画の背景をこのような形で、まあ学ぶことができて、とても充実した時間を過ごさせていただきました。監督、本当に大変充実したお話をありがとうございました。そして、まあ、何よりこの素晴らしい映画を本映画祭において、見る機会をいただいたことに感謝を申し上げたいと思います。今後も引き続き、バングラデシュ映画が、日本でより多く紹介されることを願い、オミタブ監督の活躍をお祈りしたいと思います。最後にオミタブ監督、そしてプロデューサーのアスズザマンさんに感謝の拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。会場にお越しいただきました皆様も本日はどうもありがとうございました。明後日映画祭でリキシャガールの上映が朝10時半から、シネリーブル、梅田の、シネマ4で、ございます。残念ながらすでにチケットは完売しておりますので、これからお求めいただくことができないですけれども、すでにチケットを ご購入で、まだこれから見るという方はぜひお楽しみいただければ幸いです。明後日の上映におきましても監督プロデューサーが上映に立ち会わせていただくことになっていますので、その時にでもぜひお声掛けをいただければと思います。本日のシンポジウムはこれで終了させていただきます。ご協力どうもありがとうございました。